はようございます、馬崎です。今日は八郷ヶ岳に転泊しに来ました。三線小屋のところのテント場でテント張って、で八郷ヶ岳行って、でまたテント場戻ってきて、でまあ山飯作ったり食べたりして、次の日また降りてきます。はい、では行ってきます。はい、行くメンバーは。こっち見すぎや。はい、行もっとやで。これからえらい急になってくるよ。木の橋から急登が続くんですけど、だいたい1時間ぐらい出会いっていうところまで急登が続きます、まあ、そこからなだらかになってまた1時間歩いてまた急登になります。そういうコースです。では行きます。ナビ？あ、800m、200m 進んだな。急登中の急登やな。よいしょ。7合目登山口から1050m。歩いた？うん、歩いた。1050歩いてる、うん、もうちょい行ったら出会いやと思うけどな。ああ行こう、頑張ろう、うん、よっしゃー、行きまーす。着いた。出会い到着や。はいしょ。はい。出会いに到着しました。はい。ここが大峰奥掛道の合流ですね。はい。ここから1時間ぐらいは、これからなだらかな道が続きます。ちょっと休憩しようか。
ちょっと出会いで休憩中です。はあ、疲れた、はあ。このコースはもう初めの1時間がすごい急登なんで、はあ、初めの1時間が一番しんどいですね。はあ、ここから1時間は天国ゾーンで平らです。もうここでテント張りたい。はあ、疲れた。テント張ってよ。テントここで張ったらあかん、怒られる。目線で張らんと。はあ、ええ感じやな。さっきと全然もう道が道がもう全然違うで。これがええわな、急登の後の尾根道っていうのが最高の気持ちいい。はい、なんて読むやるなこれ。石休みの宿跡って読むんかな。うん、もうちょっと行ったら弁天の森かなんかちゃう。よし行こう。爽やかな風が吹いてくる。うん、嗅いでちゃうの。うん、そうやろ。到着しました。標高1600m、弁天の森です。見えた、目線小屋。あっこの山の頂上のとこに小屋があるのが見えますかね。あれが目線小屋です。はい、あそこでテント泊します。もうあと1時間ぐらいですね。頑張って歩きます。よいしょ、1.3。 あと店まで 1.3 キロですね。はい、はあ、景色良くなってきたよ。うん、ほらほんまや。いいやんこの景色。ちょっとよし、霞が入ってるけど、はい、上行ってテント張ってビール飲もう。飲むぜ。よし、ゴーゴーゴー。400m です。よいしょ、 400m で目線。よいしょ、ほんまにもうちょい頑張ろう。
っと来た最後の階段。はい。よし。よし。もうちょっとや。よし。あと5分ぐらいな。よっしゃ。疲れたわ。荷物持ってきすぎや。あんま。よし。よし、着いた。着いた、御前小屋。嬉しい。疲れた。はい、今日のテントが到着しました。お疲れさん。疲れた。よくやったね。疲れた。はい、じゃあ今からちょっとテントの受付しに行きたいと思います。はい、ちょっと今テントで1時間ぐらい寝てたんですけど、今から八経岳の方に向かいたいと思います。寝起きです。寝てきます。こう今やったらガスないわ。行くぜ。なんかめっちゃ軽いわ、体が。ほんまやな。天白装備外したらな。ほんま。登るとき20キロあったけど、今1キロぐらいしかないんじゃん。なんか掴みたい。え？掴みたい。めっちゃ軽い。足軽いもん。足軽い。おまあまあまあ、こっちガスってるけどな。ガスてるけど、なんかいい感じやな、影が。よし、山頂行こう。
着いたよ。よし、はい、到着。風きついな。パンあるしな。どうすんの。どっちでもいいよ。食べたい人食べたよ。これおにぎりに加えてください。パンはないけど。でも全部食べられへんでだけど。俺は食べるにしても。つかへん。つかへんの。高度高いか。使え。ライターある。ライト。ない。ないんかい。あ、ライターありますよ。あ、すみません。貸してもらっていいですか。じゃあ、高度高かった火花飛ばへん。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ほんま？うん、そうやで。おうおう、ありがとうございます。すいません。こんだけ気温低いし、先生とか言いやすめんが、俺に、うん、ちょっとそれだけ感じてくれ。なかなか飲むのに、なかなか。朝の美味しいコーヒーが飲みたい。こっちこっち置いといて。いいじゃないの。いい感じじゃないの。茶こしなかったらこの傘が。また傘入るか。入る。溜まってる。うまいな。うまい。
たか。はい、行けましたか。あ、もういいの。いいよ。熱っ。熱いやん。熱っ。ほら、明るなってきた。ほんとやな。うん。この霧がね、やっぱ晴れにやっぱり、あれやな。本当にそれが霧やったら、うん、天気良かったらさ、なんか登山なんだ、そらしいやわな。うん、天気らしいや。うん、天気らしいな。風強かったらしい。風強かった。雨じゃなくても。うん。熱すぎて飲まれその格好って余計やん。うん、暑い。冬場やけどな、この冷めへんから。うん、はい、このとこ行けばいいな。うん、暑いホットケーキ食べる。うん、いいことだね。いいことだよ。うん、おいしいおいしい。これにはコーヒーやわ。7時半。はい、今テントも回収したんで、そろそろ下山していきたいと思います。めっちゃ晴れてきました。では下山していきます。めっちゃガス取ったのにな。いいなぁ、いいなぁ。なんか朝の感じがすごい綺麗。これ、折り取ってるんじゃん。あ、
よっしゃ、弁天の森到着。弁天の森、弁天の生き品通ってきた。出会いまで行こうか。出会いまで、はい、ちょっと休憩して降りようか。そう、出会いまで行って下るだけ。よし、もう出会いついたやん。早っ、着いた。ちょっと休憩しようか。ほんな、え、はよ着いたよ。だいぶ、はい、出会い到着です。ちょっと休憩して行者間トンネル西口に降りていきます。橋まで降りてきたよ。疲れた？もうあと3分ぐらいよ。はい、降りてきました。八卿ヶ岳未成園の小屋にテント泊で1泊2日行ってきました、天気も良くて最高に気持ちよかったです。ご視聴ありがとうございました。天気良かった、またよろしくお願いします。それでは、はい